ピッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。ウリザス、マーレス、ゲオルギアディス、サルタス、ゲオルガトス、プールサリディス、ザゴラキス、コンスタンティニディス、ダビザス、パチャチョグルー、ニコポリディス、オスター・コルドナ、イナン・コルドナ、ジェペル、ベドラ、セルマ、ボラール、グレサラス、バレンキエラ、アリステ・サナル、アンケル、アスプニーラ。試合が始まりました。カット、オフサイドの網にはかかれない。カポスト、キーパーの遥か頭上を越えていきました。ウリザス、ゲオルガトス、抜かれた、上げてきた。これはゴールキック。スタンド狙ってんのか。プールサリディス、さあここからゴールを攻め、中へ放り込む空中戦。ザゴラキス、ボールを外に出します。危ない、放り込んできた。スローイン、切れない。スローインです。ゲオルガトス、味方がいない。これは気をつけないと。主審、笛を吹いた。キーパーの指示に伝わっていないのか。ウリザス、頭でつないで、必要なスポットライトから逃れようとするかのごとドリブルを披露しています。ここで折り返す、ニコポリです。あー、スプリーラー。ウリザス、セルマ、アスプリーラ、グレサラス、パーサイド、アンビリバゴール、ゴール、スーパーゴール、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 ミラクルゴール。さあもう一度見てみましょう。アリステ・サナル、ウリザス、イナン・コルドナ、
ザゴラキス、キラーパスになるのか、おっと奪った、スペースを埋めないと、パーできた、ゲオルギー・アディス、アンケ、さあここからどう攻めた、シュート、ニコポリです、ベドラ、ボラール、主審ファールを取りました、ジェペル、ヘッドで、ヘッド、先日という呪詛を解き放つようなドリブル、ファーポストを狙った、プールサリディス、フリーにさせてはいけない、マーレス、コーナーキックになります、ミドルシュート、落ち着いて対処します、リターン、パーポストサルタ、決まった、ゴール、エクセレントゴール、見事なゴールで同点に追いつきました、さあもう一度見てみましょう、体をひねってシュート、ゴールポスト直撃、おっと前半終了の笛です、前半戦までの途中経過をお伝えします、得点は1対1、さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう、そうですね、攻撃ではもっと前線に溜めを作るようなプレーが欲しかったですね、はい、どうもありがとうございました、それではこの後も試合をお楽しみください、さあ後半戦キックオフです、気をつけなければいけません、ボラール、オフサイドにはならなかった、折り返す、アスプニール、ファーサイドに上げた、サルタス、ベドラ、アンコル、ヘッドでパスを送る、アスプニール、ゲオルギー・アディス、抜かれた、ウリザス、ここで折り返す、ハイボールを競り合う、これは危険だ、中へ上げる、セルバー、アンケル、シュート、ニコポリです、シュート、キーパーこぼした、これはファールです、
アリステ・サワ、これはイエローカードを取られました。冷静にプレーしてほしいですね。ニコポリディス、ふわっと上げるハイボールを競り合うセルマ、バレンキア、ふわっと上げる、サルタス、危ない。これはゴールキック。アリステ・サマル、ボールを囲んでいきます。追い返した。スローインです。バレンキア、クロス、走り込んできた。パタトグル、ボールが宙をさまよう。さあここからボールを攻める。イナン・コルドナ、さあここから、ゴール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 、ダイナミックゴール。引き離します。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。カスミーナ、試合時間は75分が過ぎました。これはピンチ、華麗なドリブル、ゲオルガトス、シュート、これはゴールキック。サルタス、スペースを埋めないと、中に絞ってきた。ダビザス、流れを止めた。類いまれなキープ力、素晴らしいボディバランスですね。カポスト、キラーチになるのか。アリステさん、アンケ、ウリザス、サルタス、セルマ、ここでカット、アンク、これはファウルです。場面を作ります。試合終了です。惜しくも敗れました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。はい、非常に見応えのある試合でした。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。